はい、レオンチャンネルです。12月18日から年末恒例のプレ版でのデラックス玩具、プレ版限定のデラックス玩具と CSM の復活抽選販売が始まりますので確認しましょう。要はプレ版の方で在庫を持ってて、まあ、多分キャンセルだったりとか、いくつか数のあるアイテムが抽選販売ってわけね。なので、あれなんですよね。これ系は発送も早いんですよね。受注販売じゃないから。で、これがデラックス系のページと CSM のページに分かれておりますので、まずはデラックスの方を見ようかな。開催期間としては18日から1月の5日。で、1月中に当選連絡と発送とかですよね。今回はジオーとゼロワンに特化してるんだ。まずざっと一覧見ようかな。おー、いいじゃん。ウォーマジオーのライドウォッチだって。デラックスウォーマジオーライドウォッチ、バールクス、ゾンジス、ザモナスセット、これもいいっすよ。さらに未来ドライバー、あれ未来ドライバーって前も復刻販売なかったっけ。未来ドライバー、まあこれは正直ネットとかで結構安く売ってる。あとはライドウォッチスペシャルセットか。あー、なるほど、こういうのがあるわけね。そしてレジェンド系のスペシャルセット、これが上のやつが人気投票のやつで、下のやつがレジェンド系の最終フォーム関連だね。あとは、お、いいじゃん、メモリアルライドウォッチセットだって。さらに、01系が、あー、レイドライザー。熱い、ザイアスラッシュライザー。熱い。あ、ヒューマギアプログライズ系、アイムズなりきりセット。熱い。ちょっと01系、これは、いいやつばっかじゃない？エイムズなりきりセットとか、すごいいいっすよ。で、ザイアスラッシュライザーも欲しい人多いでしょう、レイドライザーも。まだ在庫ちょっと持ってたんだ。まずデフォルトは代引きなんですけど、注文は当選された場合、クレカ、ヤフーウォレット、後払い、アマゾンペイ等に変更手続きが可能と。まあ、この辺はいつも通りですね。じゃあ CSM の方も見ていきましょう。過去販売していた CSM 数量限定で復活販売。一緒っすね。18日から1月5日。おー！ブレイラウザーセットの方か。めっちゃいいやん。で、あー、ギャレン版だ。ブレイドはコンプセットで、ギャレンはコンプセット、バックルと、ギャレンラウザー、さらにバックルのやつが選べると。うわー、キバットバット、キバットベルト、タツロット。あー、アマゾンズドライバー。あ、すげー、ダブルドライバーバージョン 1.5 だって。大人気の。で、デルタギアか。デルタギアは正直定価割れしてるよね、確か。あ、で、こんな結果。これも一緒っすね。デルタギア以外はかなり熱いんじゃない？これ欲しい人多いでしょ。ってことで僕は、あ、僕はあれか。別に買うものないのか。CSM に関しては一部遊びきれてないやつがあるので。あー、そうっすね。僕がポチるものは、メモリアルとかも僕余分に持ってるので、そうですね。僕はポチるものはないけど、とりあえず、この中で遊んでておすすめなやつじゃあ行ってこっか。デラックスなら、まあ、オーマジオライドウォッチかな。これいいっすよね。あとは、バールクス、ゾンジス、ザムナス、映画セット。まあ、未来ドライバーも僕めちゃくちゃ推しなんだけど、これはね、意外と7000円ぐらいで未開封で中古ショップとかで売ってたりするので、これはそういうのを探してみるのもありなんじゃないかなと。まあ、レジェンド系は、まあ、好きなキャラクターがいればって形かな。メモリアルはむっちゃおすすめ。効果音とか最高に変わってるから。セリフも入るし。で、レイドライザーめっちゃおすすめ。ザイアスラッシュライザーめっちゃおすすめ。どっちかって言われたらザイアスラッシュライザーですね。次にレイドライザー。あとは、エイムズナリティセット。これもいいな。これも、フワイワの二人が好きな人はめっちゃおすすめですね。ヒューマディアプログラズキーは、まあ、一部共通音声のところがあるので。で、CSM の方は、まあ、これは予算との兼ね合いだと思いますけど、ブレイラウザー付きのやつはめちゃでかいやつついてくるので、これおすすめですね。これ、キングフォームとかにも一通り変身できる。やつですよね。いくらだったっけ。でも価格によるよね。これが5万円だもんね。1月発送予定になってますね、全部。あ、まあこれもいいっすね。ギャレン系も非常に完成度が高いので、
デラックスと全然違うしね、本体カラーとか持ち心地とか。とはいえこれもいくらでしたっけ。あー5万円とかだもんね。あとはキバットベルトもね、むっちゃいいっすよ。でもどうせならタツロットと一緒に買ってほしい感ある。これ僕ちょっと遊んで動画撮ろうと思って遊びきれてないのでちょっと評価しできないとこですけど、ダブルドライバーバージョン 1.5 はね、むっちゃいい。これ細かい塗装変わってるから。あとメモリのカラーとかもね、記事中に寄ってますもんね。ただこれもさ、気持ち、その1時、2時、3時とかで、気持ち音程が違ったりとか、メモリ側のね。まあでもそれもほとんど変わんないですよね。っていう感じになっております。まあダブルドライバーバージョン 1.5 あたりが買いやすいかな。あとは CSM、Amazon's ドライバーも。あ、でもこれは普通のハルカの方だもんね。今高山、まあどっちの音声も入るんだけど、今高山ジンバージョンが中国のイベントからで発表されて、もうあと届くの待ちだもんね。で、これがどういう風に申し込むかっていうと、詳細はこちらのボタンを押すでしょ。そうすると、僕がポチった時のページに飛びますので、このまま一番下に行くと。そうすると、ここに受付期間と当選発表の期間が書いてありますので、ここ、抽選販売受付。先着順ではございません。そうするとログインページになりますので、ログインするとこのように抽選販売をクリックできますので、これでお申し込みって形ですね。あとは当選が1月に当選メールが来たら、そこでお支払い変更は可能ってわけ。とりあえず代引き引き換えになってますね。ってことで、おなじみの年末の大放出プレバンページでやっておりますので、下にリンク貼っておきますから、詳細はそちらからご確認ください。以上、プレバン限定アイテムのデラックスと CSM が一部数量限定で復活抽選販売してますよという動画でした。